お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はね、こちらでございます。こちらはですね、親子丼でございます。ちょっとね、色がね、茶色っぽくなっちゃったんですけどね。ちょっとね、あまりにと煮詰めすぎたなっていうのがね、失敗でございます。もっと本当はね、明るい色をね、ちょっとね、意識して、ね、作りたかったんですけどね。まあ、私が自分で食べるからね、いいと思います。もう一つの原因はね、ちょっとごぼうを入れたことですね。ちょっとね、色がね、茶色、ね、どつ黒くなってしまったのかなと私は思っております。まあ、ごぼうもね、美味しいんですけどね、入れたらね、だしも効いてね。で、卵スープでございます。で、お酒はですね、こちら、トリスのね、スプライト終わりでございます。って感じでございます。で、今日はですね、これで終わりではございません。今日もね、買ったんですよ。直筆サインカードですね。まずはね、こちらでございます。ガンちゃんことね、岩本勉元投手のね、直筆サインカードです。これはね、なかなかね、なかなか手に入らなくてね、ちょっとね、奥の手を使ってね、買ってしまいました。ね、でもこれ、大切にします。で、もう一つはですね、これはね、白サインカードじゃございませんけどね、ちょっとこれ貴重だったんでね、ちょっと購入してみました。こちらでございます。ダルビッシュ有投手のね、こちら白サインカードでございます。これ、本物のサインじゃないんですよ、これ。直筆サインじゃなくて、これ、金箔のね、仕上げのサインでございます。つまりね、サインのプリントでございます。でもね、このファイターズ J のね、ダルビッシュはね、なかなかね、見られません。ひょっとしたらね、新球場で見られる可能性も、決してゼロではないと思いますけどね。まあ、できなくてもね、なんか監督とかコーチとしてね、またね、ユニフォームが見たいなと思っております。ってな感じでございます。はい。ね、あとね、明日ですね、ライブをやります。朝10時から3時間、ね、ライブをやりたいと思います。またね、お仕事の方もね、頑張ってくださいね。昨日も言いました通りね、12月は大変忙しい季節でございます。書き入れ時でございますのでね、私を含めてね、皆さんね、頑張ってね、正月をね、迎えましょう。よろしくお願いいたします。はい、今日のライブはね、以上でございます。ライブが、次のね、今日のね、動画は以上でございます。ライブじゃありませんよ。ちょっと間違えました。ごめんなさい。てな感じでね、今日の夕飯動画は終わります。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、ツイッターも、ツイキャスも、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。